私はウータイ暫定政府のグレン・ロズブロークだ。この人がクラウドの父親説が出てんだよね。変革の YouTube の動画で。我々は立ち上がらねばならない。顔ちょっと似てません？そう言われると髪型とかね、我々は金髪だし。シンラカンパニーの若き後継者が父親同様の凶暴な独裁者であることを知った。さらにシンラカンパニーが各地のこれがさ、もうさ、バリバリ裏で手組んでんだもんね、シンラとね。兵器を開発中であるとの情報を入手した。演じてんだよな。そこでウータイ暫定政府が停戦協定に基づきマコーロへの立ち入り調査を申し入れたところ、シンラカンパニーはこれに応じた。しかしそれは残虐で非道な罠だったのだ。今からその様子を撮影、映像があるんだ。 VTR どうぞ。これで本当なのかな。でも一応はこれが、うん、若き独裁者のやり方らしい。仕組まれていたかはさておいてね、これは本当なんだと思う。我らには神羅のような兵器はない。がしかし心の内に燃える反神羅の炎がある。バレットみたいなこと言ってんな。もうバレットのセリフやそれ。一つ一つの小さな炎を持ち寄ればそれはすぐにすぐにあの鋼鉄の都市をも溶かすほどの力となるだろう。いやこの人もちょっと怖えんだよな。何考えてっか分かんなくて、ついに神羅と同じくらい危ない気がすんだよな。準備は整っている。諸君に紹介しよう。ウータイ暫定政府。お。ズフール総督だ。ズフール総督来たね。この人が一応今トップなんだね。シンナーじゃなくてウータイの。あれ？来ねえぞ。総督。総督？総督トイレですか？うんこですか？何してんの？このスフールって何者？ねえ、出てこないじゃない。何してんだろうね。総督ちょっとお腹の調子が悪いんかもしれないね。やべえ、会見始まっちゃったよって。総督に関する情報は今頃個室でちょっともだえてくかもしれない。そんなことってある？しっかりしなさいよ。ねえ、誰かもわかんないんだ。死んだですら。さっきのグレンなんとかは？グレンなんとか、グレンなんとかはね、お仲間ですよ。もっともっとあなたたちの初期タイプクラス P0。 P0。 15年前ラディオルにおける地質調査に参加。出たラディオル。任務失敗の後軍より離脱。これあれですね、あの FF の7のスマホのゲームで。その後各地に散る反神羅の思想を持つ者を訪ね歩き、人脈をつないで回ったようです。アバランチはぶっ潰しただろうが。ジュノン共和国滅亡後、各地域の処遇をめぐっていくつもの深刻な紛争がありました。反神羅連絡会の大部分はそれら紛争の。なるほどね。海軍の残党と思われます。まあ反神羅の火は消えてないってそういうことか。自由を求めて共和国と戦ったのに戦争が終わってみたら支配者がうちに交代しただけなんだ。自由を求めて戦争したの神羅は。アバランチ以外にも敵は共和国は共和国で結構圧政敷いてたとかそんな感じなんかな。うひょうひょ。いやパルマさん正直で好きよ俺は。現れませんね、スフール総督。さあリーブさん、あ監視されている。ケットシーだよな多分。あの目線的に泳がせていた古代種は神殿に向かう。泳がされてるよやっぱり。目下の最優先事項。リーブさんその表情はなんだ。神羅は約束の地を目指す。ええ、これは使命だ。放送は多くの市民
各地域の住民たちが見たはずです。宣戦布告とも受け取れる内容ですから何らかの説明が必要かと。そうだね、もう戦争始まっちゃうよな。私が声明を出す。そう、準備を。は。うん、やっぱりケット紙使われてるよな。全部ルーファースの作戦なのかもしれない。ニブルヘイム、じゃあこれでおしまいかな。とりあえず一段落しちゃったな。まだなんか言ってるよバレットとユフィ。仲良しだな本当。歩いていくのは難しいよ、距離だけじゃなくて。いやもうそれはタイニーブロンコやろ。シロさん呼ぼうぜ。だよね、ケット氏。聞いてますか？おい、なんか知らねえのか？ケット氏、やっぱりこれ北条じゃなくてリーブさんつながりだよな。獣同士可愛いんだけど。まあ苦労してますね、リーブさんもね、ケットシーも。誰かがシドを呼んでる？のろし上がってんだ。行ってみよう、シドがいるかも。ほう。はあ、かわいそうにスパイ的な立ち回りなんだな、ケットシーは。これも後々いろいろあるけど。クロマントの集団から微弱ながらエンシェントマターの反応を観測しました。クロマントから。どういうことだ。詳細は不明です。というわけで調べればいいのか。話が早くて助かります。クロマントの皆さんはお前さ、ちょっと自分で何とかしてくれよ。どこかへ向かっているようです。お忙しいかと思いますが、うん、手が空きましたら追跡調査。いいからやれってことですね。つまりいいから、お前暇なんだからやれってことっすね。行けっか。行けっぞ。ゴールド操作もう直で行くんだな。さあ乗った乗った。さあ12章かな、楽しみだわ。多分演劇とかね、あのデートイベントとかできると思うんだけど、おそらくエイリスになると思うんだけど、どうだろうね。ワンチャンティファになっててくんねえかなとか思ったり思わなかったり。ん？増えたか。増えたね。あ、ヴィンセント2期来た。ちゃっかり増えた。お前たちの敵はセフィロスだとか。そうだぞ。セフィロスとは浅からぬ因縁がある。私も行く。起きてきたか、棺桶から。どうすんだ、俺が蹴落としてやろうか。俺たちの邪魔をしたら切る。そうだな。無口だな、ヴィンセント2期。めっちゃんこクール。かわいいだろ、このうちの動物たち。一緒に癒されていこうぜ。全員乗せて飛べそう？波のパイロットじゃ無理だろうな。あ、そうなの。安心しろ、俺様は特上だからよ。本当にこの人口だけじゃないからな。後々わかると思うんですけど、隙あらば自分語りかと思いきや本当にすごいからな。さあ、ニブルヘム、さらばだ。シートベルトとかないの？ベルトとか何にもついてないんだな。大変そうだな。ねえシド、離陸時、着陸時。お母さんのこと、もっと聞きたいな。おう、でも青臭くてよ、甘酸っぱい話だ。今は話せねえな。なんか密かに片思いしてそうだよな。お母さんの話ね。イファルナは何で病気か。もともと弱っていたの。そして私逃がそうとして頑張り、まあ、半分以上死ぬのが悪いんですよね。そういうこと、うん、そう言わない嫌ですね。さすがそうかな。そう思って元気に生きろい。それが何よりの親孝行だ、うん、そうする。ポジティブだ。まあね、この人もそれなりの過去を持ってますからね。本当にポジティブだ。部隊が動き出したんだろ。また戦争だな。
ミッドガルがぶっ壊れたってのに、シンラもたまんねえだろうな。自業自得。戦争は。シンラ絶対嫌いマンが。自業自得。まあそうなんだけどね。いっぱい起こる。茶番な気がするよね。敵レース的なね。グレンタイさん、もし本当に戦争ってことになったら移動が規制されてまいりますからね。あ、そうなんだ。行きたいとこがあるんやったら今のうちに行っといた方がいいかもですね。なるほど、戦争大変だな。あ、どうした？ロンド。ねえ、シド、これってまずいんじゃないか？わかってる。俺様に任せて、ほんと構えてろ。これでも着陸できんの？シドさん。すごい。いや、右も行かれた。シド？心配すんね。どうなってんの、シド？整備俺様、操縦俺様。あ、完璧だ。ほんと構えてろ。何の根拠にもなってないんだけど。ヴィンセント乗ったからちょっと負荷が増えたのかな。え、どこに降りるの？うわぁ戦艦ハルバードみたいになってますけど、エンジン寝ちまった。ドーンと構えてろって。なんでそんな自信満々なんだよ。どこに降りる気？着水すんの？凹凸に故障したな。ほら、ベルトないからこうなっちゃうわけよ。これで済んでまだいい方だな。タイニーブロンコ落ちるんよな。まあでも全員怪我なしなのはさすがですよね。ベルトなしで急に壊れますからね。びっくりするよね。劣化セルソルジャー、これ見たくなかったなぁ。ね、ルーチェ。キーストーンを探して、チャプター12。さあ、乗り物がなくなってしまったね。どうするんですかね、この後ね。危ねえ、危ねえ。ここでずっと過ごすの嫌だよな。あ、整備してんのかな。 OK。 よっしゃ、これでいけんだろ。治ったの？それでさすがに。でもこっからじゃ飛べませんよね。旦那エンジンは治ったね。でも翼が折れてる。そうなの、飛べないよね。言ってなかったか、俺は陸海空の三階すべてを制した男。お、すげえ。百獣のカイドウみたいな。そんなすげえ人だったな。どうする気だ。今から俺様のことは船長と呼んで。あ、船。大船に乗った気でドーンと構えたら。今度は船モードってことだよ。払い抜けていく。じゃあ行け。ホレルの山を抜けてコスタデルソルの海。お。そっから先はポスター、久々の。おっし、決まり。さっさと海まで行こうぜ。リクロもこれ行けるのかい。コスタデルソル、お願いします。お願いします、船長。アイサー、全速前進。全速前進だね。これでボートみたいになるんですよね。この先ミドルオーシャンって。はいな、はいな。20年ほど前の話なんですが、とある仏教好き社員が会社を説得して、宝庫の館という博物館を建てた。博物館。記録によると、そこにキーストーンが保管されとったみたいですね。ゴールドソーサーにあるんじゃないの？そっからまた何かあったって。まあまあ、最後まで聞いてください。その宝庫の館が、それはもう不人気。まあ、あるあるだな。骨董品関係、博物館とか割とそういうのありそうだな。マニアしか来ない。何そのどさくさ。手がかりはないの？元館長に聞けば何か知ってる。誰が持ってったの？ディオ。お、やけに詳しい。あ、そう、ディオさん。しゃれきょう。ね、園長。しかし、リセントに。館長からの降格で、どん底やったディオさんが、ゴールドソーサーを企画して。館長から降格して、そっか、園長になったんだ。これは、死んだドリームの一つ。なんだ、死んだドリームって。
シンナ関係ねえだろ。昇格させただけだろ。今でもそうだぜ。うまく使えば便利な会社だ。気に入らねえな。なるほどね。是々非々なんだ、シンナ。それを言うなら俺は反権力よ。誰だろうと上から何か言ってたやつが出っ嫌いだよ。社員向いてなさそう。上には誰もいねえからな。宇宙があるぞ、宇宙。パルマーさんがいるぞ。宇宙開発部門だ。飛びてえな。飛びてえ、本当だよ、飛びてえよ。何翼折ってんだよ、シロさん。現在進行形で飛びてえです、私は。さあ、もうちょいかな。音楽ぐらいまで来たか。ポスターまで来たか。ああ、余計俺が壊してる。あ、コースター来た。ちょっと話聞きたいからここで待ってよ。待ったかな。コースターのビーチだ。久々。こっからはいけないんだ。ぐるーって回っていく感じかな。うわー、船とか懐かしいな。行こうか。あれ、何これ、紫のやつ。なんかバトルマークついてる。着眼すげえ、くるって持った。久々だね、コストデルソロも。もはや懐かしいんだけど。この度はビンセントの立ち方をご利用いただき誠にありがとうございました。とあれ、会社の名前変わったね。もう飛べないからね。船になっちゃったな。ボート。シド、こんなに付き合ってくれてありがとう。なんだなんだ。優しいね。いやですね。本当これでありがとうって言えるの本当すごいと思うよ俺。ね。ゴールド操作に行くんだろ。俺もチクッと見学してくる。お、行きます吉田さん一緒に。なんてなって。あ、本当に来るの？もちろん。もちろん。いや、リスはいつも返事がいいな。はい。よろしくな。よろしくな。だ、なんかおっさん二人増えたな。ヴィンセントは？ニキは？ニキどこ行くのニキ？無言でどっか行っちゃう。めんどくせえやつだ。いつぞやの誰かさんを思い出す。そっくりですね、誰かさんね。放っておこう。放っておこう。中学旅行で一人いるタイプですね。こういう。あ、武器落ちてるわ。やった、見てくか。さあ、進化したファストトラベル。タイニーブロンコでミドルオーシャン海域を公開できるようになったことで、マップから世界各地のエリアに、あ、やっとか、お金払わずに行けるようになったわ。嬉しい。タイニーブロンコに乗船して航海したときは、各地の港でシドに話しかけるか。はい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 。OK。ん、新たなクエストが追加。反信頼楽会の信頼カンパニーの宣戦布告放送が住民に同意を与え、世界情勢に変化が起きています。何でも屋としては活躍のチャンス。へえ、そうなんだ。ここらでじゃあ一回ね、過去訪れた街行くのもいいかもしれないな。で、アトラクションが追加。ゴールド操作も。やった。バトルが増えてるな。これが？ん？これなんだ？もしかしてそれって。ねえ、クラウド、ちょっと見せて。紙だけど、見た感じ。何やってんの？海の香り。わかるか。うん。じっちゃんに聞いたことがある。お。大昔、世界の中心が海だった時代に海賊たちの戦争があったんだ。大海賊時代。あ、ほら、射的ゲームのパイレーツランページ。あ、パイレーツランページってそっから取られてるんだ。へえ。クラウド、聞きたい？あ、そうだな。可愛いな。昔話なら。お、任せてもらおうか。レッドモードになった。いいね。たまにこれ来ると嬉しいな。飛行機や列車が影も形もすごいね、山口さん。船が世界の主役だった時代の声の使い分けが。とある海に魔物を船員として従い、これミニゲーム臭いね。異色の海賊がいた。お、その海賊は壮絶な海賊戦争を勝ち抜き、海原を血で赤く染めたという。マテリア持ってるか。全ての海域を手中に収めた海賊、いつしか海賊王と呼ばれていた。ゴールディロージャー。
海賊王は死の間際、お自分が所有する宝の中でワンピースか、最も大切なものを4つに分けて、この世の全てはそこに置いてきた。秘宝の守護者である魔物と共に、魔物も一緒にか。この地図には海賊王が隠した秘宝の在りかが示されている。すげえ、なんか宝探しみたいなのが出てきた。そして今、宝ネグリフかな。眠りから覚めた海賊王の軍勢が相手だ。秘宝を手に入れた。だからこそすっごくワクワクするよね。ウソップーン、ウソップ行くぞ。宝探し。お、海賊の羅針盤。海賊王の古地図、古の海賊王が残した遺品の場所が記された地図を入手しました。ミドルオーシャンに眠る4つのパイレーツレリックを集めると、海賊王が身につけて戦に臨んだという伝説のアクセサリーがクラフトできるようになる。へえ、そうなんだ。ちょっとじゃあ後でやっとくわ。さあ、お、ゴールドソーサー来た。手分けしてディオを探そう。了解。いいか、チャラチャラ遊ぶのよ。ごめん、遊びたい。デートしたい早く。あと演劇見たい。どうした、ゲットして。クラウドさん、ちょっといいですか。古代種の神殿のことで皆さんに言ってないことがあるんです。なんで俺だけに言った。実は嫌な伝説が残ってまして。なんだ。神殿に入って生きて帰ったものは。ここで脅しをかけてくる。そんなとこに皆さんを連れてってええんやろか。でも行くしかないからな。気にするな、ただの伝説だ。そうね、それはそうなんやけど、まずはキーストーンだ。ディオを探そう。そうだな、全員に言わないあたりちょっとなんか怪しい。おっと。なんか今嫌な名前聞こえたな。誰ファミリーっつったよ。コルネオファミリー。おっと、ちょっと見てみます。ディオ軍団とコルネオファミリーが一戦やるらしいぞ。あ、モドルスコイ来たね。エイリスが来た。これ見て。これね、なんか始まってるよ。あ、そうなんだ。本当だよ。来んな。マッスルコロシアムで。いやー、でもボコボコにされてほしいな、ディオ園長に。もしかしてディオいるかも。うん。行ってみよう。これさ、いきなり進まねえかな。大丈夫かな。とりあえずバトルエリアから来ちゃったんだけど。いやちょっとマジでコルネオしぶといよね、本当に、ね、あいつまだ元気なんだな。本当ディオ園長にボコボコにしてほしい。あ、おったおった。あ、では松本ひとしのどうぞ。園長。なんやろ、様子が変やな。どうしたんだ。ヴィンセントニキみたいになってる。うん、あれ、めっちゃ怪我してない。いや、どうしたんそれ。若者たちよ、元気そうで。めっちゃ怪我してんじゃん。腕も、どうしたんだ、足も。いや、タークスってのは強いんだな。ああ、そっか、ルードさんとやり合ってたら。そういえば、逆にこれで済んでるくらいですごいと思うんだけど。ところでディオハン、キーストーン知ってますよね。ヤブから棒ですな。あんたが持っていたはずだ。俺たちはそのキーストーン。いや、本当その説は本当ありがとうね、ディオさん、うん、マジで。キーストーンは今も私が持ってる。あ、持ってるんだ。私、セトラの末裔なんです。キーストーンはセトラのものですよね。うん、権利の主張か。所有権的にはディオさんのものなんじゃないの今は。お嬢さん、あなたがセトラの末裔だというのだと言うと思った。キーストーンをお返ししましょう。さすがだよ、この人は。本当に条件付きでね。うん。まあ、良すぎんのよ、本当に。スペシャルイベント、ネーミングライツ争奪マッチ、ディオ軍団 VS コルネオファミリー。これは何、見てけってこと。俺ら何もできないよね。私の軍団が負けると、ここはコルネオ。コルネオランド。絶対嫌だ。マッソー。マッソー。誰や。あ、こっち、そっち乗っ取られた。ずうずうしいな。何の CM だこれ。しかしこの通り、うん、私はこのアリサ。あ、そっかそっかそっか。もはや
これまでかと途方に怪我してるもんな、出らんないな、それ。君たちが現れた。それら代わりにやっちゃっていいんすか。すなわち、ディスティニー。召喚獣とか呼んでもいいんすか。俺らコルネオには散々やられたから、もう遠慮なしでやっちゃうぞ。ファミリーと戦ってくれない。いいんですかね。私、やる。一蔵屋の因縁をここで晴らすか。報酬はキーストーン。いいな。うん。もちろん、約束だ。引き受けよう。あ、また契約あ握力今回やんないんだ。怪我してっかな。それでは、いやこの人変わってるけど本当にいい人だよね。ディオ園長ね、めちゃくちゃ変わってるけど。ほら僕皆さんにお伝えしときます。さあ決まったね。さあ、ホーンテッドホテルね。ゴールド操作は君たちの勝つ。ちょっと待って、他のさ、スクエアにも行きたいんだけど。いかがちょっと行ってみてもいい？イベントスクエアとか、なんもないから。多分何もできない感じだったから、このまま止まっちゃうね。この人、コスプレしてんのかな？お化け。あれ？クイーンズブラッドやってない。お化けもできんか。ゴールド操作の秘密の夜、ホンテッドホテルでお休みするとゴールド操作の秘密の夜が始まります。仲間たちのクラウドへの好感度によってこの先の展開が変わります。好感度を上げたい仲間のクエスト、あ、なるほどね。あ、じゃあちょっとこれちょっと待ってね。いや、ちょっと待ってね。エーリさんも好感度マックスなんだよな。ちょっと他のメンバーちょっと上げてきてもいいかな、クエストでやって。じゃあちょっと各方面それぞれのエリアでクエストがなんか新しく出てきてみたいなんで、ちょっと好感度上げていくか、依頼こなして。というわけでちょっと一旦切りますわ、ここら辺で。どうせなら好感度ね、やっておきたいですよね、マックスにして。全員マックスだと誰がなるんだろうね。おめでとうございます。お、マスターオブフォトグラフのみならず、初めて会った時がまさか。よかったら、さあ久しぶりだな、カーモンとってください。待ち、あなたとの出会い。ちょっと待ってよ、ベグカンパニーからクエスト来てんだけど、カーモンの街。なんかやってんだけど。You are my shine。ん？ベグカンパニー？きったねえ看板。しかもベグカンパニーは社員募集中だ。あ、そうだ。お前らも面接を受け。いや、いいよ面接は。もう俺らテロリストらしい。ベグカンパニーの名も落としちゃうよ多分。受けるかよ。急に始まるな。じゃあ始めるぞ。まずは名前を聞かせてもらう。クラウドストライフです。答えない。答えない。仕方していこう。反抗的な、何ちゃんと面接してんの。じゃあ次は経歴を教えて。ちゃんと面接してんな。答えません。ふむふむ。無職。無職。答えないイコール無職は違うな。我がベグカンパニーはモンスター退治を生業にしている。あ、そうなんだ。倒せんのかモンスター。君はどのように貢献してくれるのか。場を和ませる。広告となるモンスター倒す。まあこれだろうけど。場を和ませる。絶対無理だな。答えません。ふむふむ、貢献する気はない。あ、これはさすがに落ちたのかしら。なるほど、面接。おい、ちょうどモンスターが倒せなくて困ってた。全部任せちゃう。そんなこったろうと思ったよ。変遷の話は言うしたけど、いや、おかしいおかしいおかしい。採用となりました。おめでとう。どんな会社だよ。地下として受かっちゃう会社。浮かめと。何にも答えてなかったの。本当だよ。その媚びない姿勢、反骨精神が気に入った。反骨精神大事だね。我が社に入ってもそのまま群れることなくのし上がってくれた。他の同僚とは違えんだぞと。いや別にそういう意味じゃないのよ。お前後輩、おう、ちゃんと先輩を見習って。こいつを見習うのか。俺より弱いじゃんお前たち。よし。じゃあ早速実力社会やぞ。手伝ってもらおうか。場所は町外れの廃道。廃道。あれ、新人は先に行って
モンスターと戦う。ただのパシリじゃねえか。あの人たちって本当に。そう言われると困る。困るな。なんだ。息抜きかもな。息抜き。そんな理由で就職するんだ。息抜きで就職していく男。依頼は町外ベグカンパニーの位置。俺たちカンパニーになったものの失敗しっぱなしでよ。 お, お前が来てくれて助かったぜ。手伝うとは言ってねえけどな、一言も。ブッチョ先輩って呼んでくれてもいいぞ。先輩じゃちょうどいいや、菓子パン買ってこいよ。ボンド先輩。おピコちゃん久しぶりだな。やっぱこれ黄色いチョコボ安心するよね。なんかいたいた、こいつらか。え、こいつらに手こずってたな、あいつら。嘘だろ。もう倒しちまったか。うるさい、早く手伝えよ、早く。早すぎたじゃねえよ。新人やっちまい。まったくしょうがねえやつらだ。アームファングも倒せないけど、絶対もっと強いと思うんだけど。ウォーミングアップにもなんなかったけど。その調子で我がベグカンパニーに貢献して。ん、なんだ。おお、なんか北斗の剣にいそうなやつまた出てきてる。ハッハー状況。やっと見つけたぜ。あ、バグだ。久々だね。ミッドガルから逃げ出して何をしてるかと思えば足を洗って会社を作ったって。そう、ちゃんとやってんだよこいつですよ。だからよ、メグカンパニーの設立を祝うため。祝うために来たんだ。覚悟はいいか。おい、派手に祝ってやろうぜ。じゃあ、おうおう、祝ってやろうじゃねえか。信じても俺らなんだよな結局。なんでそうなんだよ。任せた。ふんがふんが。てめえらこれまでの借り返させてもらうぜ。俺たちは関係ねえだろ。全く関係ない。バッチリだな。そのバイクでもかっこいいやん。関係ないけど、さ、超オーバーキルな気もするんだけど。オーディンさんやっちゃってください最後。暫定つけん。あんまり、ね、ついでに後ろで応援してる変な人たちも切っちゃっていいぞ、オーディン。完全やりすぎだよな。さあ、お疲れ様。ファイト、暫定付けかっこいいな。終わった。あれ終わんね。あれ、ちょっと待って、終わんないんだけど。どういうことこれ。敵さんやってよね。あれバグったか、また。また私バグりましたよ、これ。いや、終わったはずなんだが。マジで。え、進行不能バグかこれ。ターゲットが見つかりません。そりゃそうだよな。どうしたらいいこれ。やり直すか。くそが。さあ、せっかくだからギガフレアも打っておくか。で、ちょっとこれでとどめ刺すのはちょっとまたバグると怖いんで、一応ね、相手ネジフェア残しているんですけど。さあ、ついでに後ろで応援している変な人たちも巻き込んだっていうぞ。やっぱりな。あ、全員倒したかな。あ、よかった、進んだ今回は。オーディンさんのあの斬鉄剣で進むとバグっちゃうんかな。ねえ、さっきね。俺たちはアウトローだろうが。スラムの奴らにも妻弾きにされて、笑われて、バカにされて、それでも自由に生きてきたじゃねえか。うん、ああ、なんか説得パートに入った。負けたからって逃げ出しやがってよ。何度負けたって死んだふりをして、しぶとく生き残るのが俺たち。死んだふりが通用するのか。ふざけんな。何にも縛られないのがアウトローだろうがよ。目覚ませよ。未だにでも縛られてないぞこの人たち。俺たち、やっぱり俺としたことがいつの間にか丸く収まろうとしてた。おい、ナビーちゃんかい。おい、てめえら、ベグカンパニーは。あら、終わっちゃったよ。やっとまともになるかと思いきや、新たに世界を股にかけるアウトロー、ベグライダーの設立を宣言する。今度バイクになるんかい。兄貴、まあ、こっちなんか合ってるかな。俺様についてこい。面白いなと思ったけど、カンパニー作ってもこっちのが合ってるんでしょうね。あ、大丈夫か地面。ちょっとなんか今回怪しいな、バグが。ちょっと怖いな。悪いが、お
次会う時は身ぐるみ剥がされないよ。気をつけな。どの面下げて言ってんだよお前。無給でこっちは働いたのに。何だったんだろうこの時間は。全くだぜ。羨ましい。なんつって。さあバレット好感度上がったかな。あマックスになったかな。よし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 。あとマックスになってないお方はユフィとケットシーはこれ特別別枠だからユフィだけかと。じゃあ他はみんな全員マックスかな。だね、いい感じですね。オッケーオッケー。戦争。お兄さん。暗いか。もうすぐ戦争にかなり深刻みたい。ここジュノンの下だから。いやプリシラ相変わらず可愛いな。狙われちゃうと思う。この前なんてキリエ見た後だったからさ、初めてここ来た時さ、ね余計可愛く見えたよねプリシラが。無駄な抵抗をしなければ。ひどいことにはならないはずだ。そうね。なんだか腹が立ってきちゃった。それよりそれより。あったのいつぶり？なんか結構久しぶりなのか。楽しいことしようよ。もちろん。でも遊べ遊べ子供たちは。いるか？君だ。君だ。キュイ。もしや。この前やった、やっぱり続きがあんかな。なんかあのレースのやつ。あ、ショーか。なんかミニゲーム的なやつなのかな。あ、イルカショー、ドルフィンスプリント。あ、やっぱりそうだよな。前やったやつだわ。ビーチボールを吹き飛ばすとイルカの気分が上がりスピードが上昇。うん、ぶつかないようにね。オッケーオッケー。ちょっとね、前回やった時ね、あんまりだったんで、ちょっと頑張ってみよう。1分40秒。イルカさんはよろしく。あ、ごめん。なんか遅えなと思ったら、俺ドリフトしながら進んでたわ。失礼しました。向こうも押さなくていいんだな。キックも押さなくていいんだ。オッケーオッケー。こうか。あ、ドリフトしないとでもめちゃくちゃむずいわ。早っ。こうね。で、でこう曲がりのこうドリフト決めた。あー全然当たってない。難しい。1234。あ、めっちゃ加速。ちょっと待って、速すぎ。その加速はマジで速すぎ。かえってむずい。どっち、こっちか。で左にも旋回しつつ、こうかこう行って、あーこっちか、見えなかった。で右行って、ここ飛んで、ここも飛んでいくんかな。こう、いや全部取れないな、むずいな。ちょっとここも飛んで、これいけるか。よしよしよし。で左曲がりつつ、よいしょ。いやむずい。ドリフトかけて、いやドリフトむずい。うわちょっと待って、障害物うるせえ。さあこれはこっちなんだな。これジャンプして間に合うかな。1分40。ここ、どっち。あ、やばい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 。進路が分かりづれ。ここで、こっちだな。早い、めっちゃ早い。こっち。先を見て操作していかないとマジでむずいな。常に先を見て、進路を考えずに、操作できるように。痛え。むずい。あと7秒だけど。いけるか、これ。こっち。ダッシュ。間に合え。あー無理か。1分4じゃなかなか早いぞ。危ねえ、いけた。しゃ、
なんか唯一この子だけさ、クラウドのことお兄さん呼びしてない？みんなおじさんだったのに。いやーまず FF7 リバースのモブキャラで一番可愛いかも。モブキャラっていうかメインキャラ以外のキャラで一番可愛いかも、プリシラマジで。ほんといい子だな。